はい、今回はですね、みんなが待ってたであろうボックス紹介、全部見せて、全部はいいかな、ちょっとめんどくさいわ。ちょっと適当に見せていきたいと思います。はい、じゃあまず、キャラからいこうか、キャラから。窓マギコラボシリーズ。まず窓マギコラボシリーズはもう全部、4。てか今全キャラレベル4シフト計画してるんで、そう。だから、このクソだけ本当にほんまに、本当にクソなんでこいつ。こいつだけピース別でクソなんでほんま。こいつだけはレベル2なんですけど、まだに。ここの5体の魔女じゃねえか。ボロトル。魔法使い。レベル4まで育てて、まあ、70にしたいっていうところかな。マドカだけはレベル7まで打ち取ってますね、今。さやかは、基本、そう、声優が好きやからっていう理由で、さやかだけレベル7にしましたと。で、もう、ずっとなんです。ずっと、スコアタ、なんかスコアタしてるときに、毎回、ここの4体は、レベル4やった。そう。前、もうレベル4やって、ずっと。ここ、マミだけ、ずっとレベル3で、ずっとスコア低かって、ずっと、もう毎回ガチでスコアとしようとするときにまみってくるんですよ。まみってくる。まみるんですよね。そう、だからもうあげようと思ってあげたね。羽からね。あれ、イースターはって。あれ、イースターがいないな。イースターがいないなって。そう、イースターと赤ずきんと、あと何？暴食イベント全部、サボってました。そうやる気なかったんで、一体も手に入れてませんと。多分バレンタインぐらいからマジでやる気なくなって何もしない。そうだ、だからもうほんまに。ね、あんなぶっ壊れ来ると思わなかったんでね。まさかね、もうあの時、プクプクの情報一切入ってこなかったんで、あんな強いと思わなかった。本当に、あんなぶっ壊れてくるとは思わなかったと。で、まあ、バック羽川ね、ここいつもね、これ、工場のガチャで1体しかいい品からもう出てこない、なかなか。だから結構きついことになってるんですけど、まあ、いつかレベル4にしたい。で、こっちは悩みますね。どうせ復刻来るんですよ、イースターの。ってなったら、こいつはもう育てん方がいいと。このまま置いて、イースターを育てた方がいいっていう結論になったと。はい、次。影のいさん。で、この暴力さんは、この暴力さんは、悩んでますね。育てるか育てないか。別にそんな、正直言っちゃあれなんですけど、いらないんですよ、そんなに。そんなに、別にいらないんで、まあ、放置かなっていう。レベルは上げますけど、それが放置かなっていう。はい、次、デイシューさん。デイシューさんはこっちはもう上げたいよなっていう。こっちはもう上げたいよなっていう。でもこっちもまあ工場で2体しか出ないんで、なかなか出ないっすね。工場で2体なんできついんですよね。で、こっちをレベル4にしたいから、こっちに回す分を全部このオカルトの方に回したいんで、最初は。オカルトがレベル4で完成してから、詐欺の方に全部移そっかなっていう。次、おいくら。おいくらは、シンデレラは、さっき言った通り、童話のイベント、赤ずきんとシンデレラ。あのイベントはもう一切やってないですね。もう本当にやってない。やる気がなかった。あの時何してたかな？多分 FGO かパズドラしてたかな？あの期間はずっと。そう、でやってないんで。あと、おいくらね。なんか知らんけど、工場の方単発でめっちゃ出てくるっていう。なんか知らんけど、めっちゃ出てくる。だから、別にこれ何もしないんですよ。何も、西ピースも入れずに、工場だけでレベル7になったっていう。ね。じゃあちょっとね、こっちとかこっちに分けてくれよっていう。まあ、はい、そういうことですね。はい、次。扇、推しの扇は、まあ、もう言わずともこれ。探偵扇。これとラベンダーで人権と。はい。以上です。扇は以上です。次はね、どれを育てていいかがマジでわからへん。多分レインコートが一番いいんやろうけど、これイベントやから、まらないんや、イベントのピースが。ってなったら、オレンジミントかなっていう、育てんの。
昔ずっとこっち育ってたんやけど、昔はこっちをずっと育ててて、オレンジミントの強さに気が付いてオレンジミント育てようってなった。はい、推しのめめ、推しのめめは、正直ほんまにどっちが強いか分からん。多分こっちかな。オカルト系の方が強いんやろうけど、使い方が分からないからね、っていうね。あ、そうや、ホワイト、でのイベントもやってないから男3人衆もないということですね。はいはい、次ここ今いないんですけど、あれなんですよ、今回の水着の月日も一応あります。でも受け取ってないですよまだ。あの、受け取るとなんか単なる見栄えで、こうなんかこの銅枠がちょっと嫌なんですよ。だから見栄えで受け取ったらまたその銅枠を銀枠にしなあかんっていうのがめんどくさいんで、まだ受け取ってないっていう。多分月日は全コンプかな今のところ。別に狙ってるつもりはないんやけど、いつの間にかコンプしてたっていう。で、月日は基本もうこれしか使ってないかな。パジャマが浴衣、何気結構一番初期に当たって一番最初にランク7にしたんかな。次、はい、やっと。正直ここだけでまあ30分ぐらい撮ってもいいんやけど、まあ時間の都合上、まあ頑張って凝縮して説明すると、はい、カレンちゃんね。はい、もう当たり前、全部レベル7で、こっちのレベルは、はい、上げますけど、今コインがないんで上げます。で、ここね、これね、ミスったんすね。これミスったんすよ。本当はこっちかこっちを上げようと思って、で、ここはちょっと素材確認したんですよ。そう、全部一緒なんですけど、これで素材を確認したんですよ、どんなんかなって。で、ミスってあのポチっちゃったんですね。で、パンってことなんですよ。はい、まあまあ、いつかはレベル8にするつもりだったんで、まあ、まあ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 。で、これはもうね、当たり前。これは当たり前。もうずっと試してたもん。虹も、イベピースも、もうずっと試してたから、もうこれは当たり前のようにレベル8にすると。もう決めてたから、来たら。これはもう当たり前。で、こことここよね。こことここ。今のところ一番親密度高いのがこの正義カレンちゃん。ほら、今5万2000。一番今のところ高いかな。パシャマも使ってんねんけど、あんまた、まあそんなかなっていう。まあ次に高いのがまあ浴衣よなっていう、まあ当たり前よなって。いつか浴衣は完走したいんで。で、完走がね、今どこ99,999かな。で、やってほしいけど、で、これは本当に使ってない。マジで使ってない。マジでどうやって使おうっていう、使い方がわからないかな。え、次、忍は、まあまあまあ、忍はまあ言うことないけど、まあやっとこれが1年かけてランク4になったっていう、一番最初に手に入れてやっと今ランク4になったっていう。あとの忍は言うことないかなっていう。はい、羽川はあれいいっすか、人権インスタが、次、戦国は育てたいのはこっちの方、この戦国を育てたい、特別な証で。一応スコアタは頑張りたいと思ってるけど、フレンド用にこっちも作りたいと思ってる。だから悩む。イベはどれかな。イベはこれかな。こっちかこっち、どっちかにするけど、まああんまそもそもイベ強化しようと思ってないから放置。はい、次、カンバルするか。コンプではないかな。コンプではないよな。なんか足りひんような気がするな。コンプかな、わからへん。で、育てるのはやっぱり特別な証かな。特別な証って結局強いから、そう、ノーマルっていうか、工場で強化できて、強いってもう使うしかないやん。もう使うよ。イベントはあんま育てる気ないしな。はい、次、八九時はもうレインコートをさせたい。レインコートをさせたいけど、まあピースが集まらない。あとここかな。
あとこの8くじをレベル4にして、イベントはこの8くじでレインコートで、ノーマルはこの迷い8くじかな。ガハラさん、次ガハラさんで、ガハラさんはまあ正直、まあイベやったらフェスよな。フェスやねんけど、まあ、この戦争やったり、カニやったりも使えるからね。で、あと、そう、フェスの前にここ3人よな。この3体。この3体をサボってたから、レベル4まで作らなあかんという、ね、なかなかきつい。ラスト。ラストは荒らぎ小読み。で、荒らぎ小読みは、なんかな、やっぱ、まあ、あれかな、ハンマーなんかな。ハンマー強いんやろうけどな。あ、やっぱり、小読みって結構、まあ、4体 ?3体か。工場で育てられるのが3体いるけど、結局ガチャで出てくるの1体しか出へんから、確率的にはめっちゃ低いわけよ。で、育てんの結構きついわけよ。小読みは。そう。やっとこの2体が育ったけど、もうここ結構きついよな。で、ハンマー使うのももったいないし、工場のやつらに。ってなったらガチャで当てるしかないけど、ガチャで当てんのもきついしって。だから育てられてない。で、ここの小読みはいつか育てたい。やっぱり、なんていうか、自分の中での最低レベルがレベル4やから、そこまでには全員合わせたい。いつかは。かな。まあ、こんな感じっすね。あ、ほら。月日が結構最初のあたりに出て、最初にレベル7にしたキャラかな。で、ずっとね、この辺、ずっとカレンちゃん狙ってて、結局最後かな。最後ぐらいにやっと1体出たっていう。で、この辺のな、忍とかな。1年かけてもレベル3っていう。もうね、もうサボりまくってるから。で、この辺からか。もうサボって何もやらずに、正月だけちょろっとやったんかな。そっからまたサボって、窓まぎまで、もうサボりまくった。でも窓まぎから頑張って、窓まぎからのガチャってあれじゃね？多分このフェスの、羽川か。フェス羽川以外多分全部当ててるかな。今のところ。あれも合わせて。報酬も合わせて当ててるかなっていう感じっすね。あとはもうプロフィール、プロフィールはまあ適当に見ていくか。プロフィールも最高の得点が6億400万、数が重なる、6億400万やと思う。で、まあ、デッキはこんな感じで、まあ、こんな感じですね。まあ、あとちょっとで350日。で、まあ、一応ゲーム開始日から始めてて、まあ、こんな感じです。ゲーム総パズルプレイ時間は238時間。で、パズルプレイ回数が1万1000回か。まあ、サボってるよなっていう。で、あとは、ハイスコアがこんな感じかな。上位3体が、すごい。6億、6億、2億っていう、ここの間ね。やっぱ3億の壁。3億超えたら、グッていくけど、3億の壁があって、そこをなかなか超えられないっていうキャラたちが多い。で、累計紹介数は、まあ、当たり前よな。当たり前のように。まあ、ずっと使ってたんでね、正義カレンだけは。だからまあ、当たり前かな。で、この下の、扇は、まあ、コイン稼ぎで、なでこはミッションとかで、ここ辺も普通に使ってて、まあ、わーっていって、まあまあ、こんな感じですね。で、このクソが1回しか使ってないんで、ほんまにこのクソは、アニメでもクソやし、もうゲット、ってか、強制ゲットでもうだるい。まあ、受け取らへんかったらいいやろ、みたいな。あるけど、まあ、受け取ってしまったから、もうだるい。あとは何？消去とか、スキル発動回数、コンボ、最大獲得数、枚数とか。そんな感じですね。じゃあ、おはようございます。